はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回、キングダムハーツのアンチェインドキーですね。で、最近なかなかできてなかったんですけども、まあ、今回久しぶりにね、ログインできたのでやっていこうかなと思います。新しいメインクエスト来ましたね。250から300まで追加されたみたいですけども、まあ、ちょくちょく今やってる感じですけども。で、今回、メダルが先日新しく追加されたのかな。なので、まあ、10連レイズドローを引いていこうかなと思ってます。まあ、メダルも欲しいんですけど、とりあえずスキルが欲しいかなっていう感じなんで、まあ、毒とかね、まあ、いろいろ出て欲しいかなと思います。はい。なので、10連ですかね。10連レイズドローを1回やって、終わろうと思います。はい。なんか最近10連レイズドローの動画が多くなっちゃってるんですけどね。なんか何あげればいいかよくわかんないん、ね、で、動画としてね。じゃあ、まずというか、10連レイズドロー行きましょうかね。こちら。お願いします。さあ。星5が1、2ですね、2枚。レオンか。おお、ドナルド。クラウドが、クラウドって持ってなかったね。クラウドの星4か。まあ、パワータイプ。まあ、HP が多ければ多いほど威力が上がるってやつですね。で、ミニー。ケアルが、自分の HP を大きく回復させて攻撃。まあ、ミニーが星3と星4か。じゃあ一回こっちのミニを進化させて、アビリティレベル上げていくから、こっちの星4のミニを進化させようかなと思います。はい。あれ、これって新メダル？この、ジュキューバ博士。よくわかんないけど。初めて見た、このメダルは。あ、ジーニーも多分今回新メダルの追加された、新メダルで今回新しく追加されたメダルの一つですね。全体攻撃で相手が麻痺の状態だと、技の威力がアップ。麻痺って、麻痺を持ってないんだよな、スキルも。はぁ、まぁ、こんな感じですかね。ちなみにフレンドドロー引いてみますか。ドロー。フレンドドローでスキルってついてくるんですか？はい、ついてこない。じゃあもう一回充電いきまーす。フレンド。あ、ダメだ。じゃあ今回これでやめときますかね。はい。まあ、10800で今、まあ、クエストやるスタミナもないので、今。はい。ということで、今回10連レイズドローの動画でしたけどもね、何を動画としてあげればいいのかわかんないですけど、アンチェーンドキー。でも最近もさらに、アンチェーンドキーもログインできなくなってきちゃってるんで、僕。はい。なるべくやろうとは思ってるんですけどもね。はい。ということで、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またね、次回あげることがあったらよろしくお願いいたします。